うしよう、これは無理だよ。無理だよ。そんな時におすすめのストレッチもあるんですよ。もう最近はね、まあ、テレワークだったりもするかもしれないですけど、無理なんだ言われることってありますよね。そういう時に、いやちょっとそれは先輩そう、いや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 っていう時にはストレッチに乗せて伝えればいいんですよ。だってストレッチだったら文句言われないですよ。こんなことやれって先輩、それはちょっとやだ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 、ふざけてないです。お腹にしっかり力を入れて、しかもこの腕の動きを普通に回す分には大して腹筋に来ないんですけど、これ腹筋に来る理由は早く回そうと思えば思うほどお腹にグッてくるんですよね。だからこうやってやだ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 、声を出すことも大事。うんって息をしないでいると力は入るんですけど、やっぱストレッチ効果は生まれない。これは動く方の動的ストレッチなんですけれども、最後に10秒間やってみてください。騙されたと思ってやってみてください。これ本当にお腹割れますよ、ずっとやってたらね。僕はねそういうことを結構1分とか毎日いろんな運動して10分間くらいストレッチやってるんですけれども、ぜひ皆さんもやってみてください。最後に10秒間よーいスタート。えやだ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 よ先輩、やだ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 、いいっすか、あ、よかった。よかった。